が18組待ちでーす。何食べよう。やっぱシロノワールかな。かわいいライト。お願いします。じゃん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 。待って待って待って。このカップが可愛いよね。ね。え、これ売ってるの？これか。売ってるのかな。売ってないか。売ってるか。はーい。はい。じゃん。ホットコーヒーアメリカ。今日はレギュラーサイズ、ね。レギュラーサイズ。なんかアイスコーヒーもなんかカップが可愛いね。ね。これなんだろう。すごい可愛い。冷めても最後まで美味しいって書いてある。米黒だって。なんだろう米黒。米田史上最も贅沢なコーヒーだって。ちょっと飲みやすいんだね。はい。すいません。はい、あ、これ。プレミアムコーヒー。ソフィア。ソフィアがブラジル産コーヒー豆だって。え？あ、すごい。すごいね、これ。1.5 倍のやつとかある。満腹。満腹だ、ね、満腹。満腹。これでね、お腹サポチャポになる ね。カフェオレも美味しそう。ね、いただきます。はい。じゃーん。わー、美味しそうだね。デザート。何それ？ジェリコ元祖。ジェリコって何？なんだろう。飲むスイーツだって。でコーヒーゼリーだって。あ、そう。へえ。これも飲んでみたいけどね。これすごい。小豆を使ったドリンク。和だねが。あ、なんかここにもあった。おやつ。これ。ポトラ。知らんかった。羊羹シルコサンド。コーヒーキャンディ。あ、これ美味しいよねこれ。豆菓子。あ、豆だもんね。ね、これ買って帰ろう。なんか有名だよね、なんかね。違う？有名じゃない？コーヒーチケット。これがいいこれ。ね、これ頼んだ。サマージュース。なんか紅茶もさ、あれで来るの。そっか、こっち。あれか。じゃーん。シロノワール。熱々冷え冷え止めだの奥にこれを頼みました。白のワール、うん、鶴の楽しみ、うん、コーヒーゼリーとこれが選べるデザートセット、今ちょっと季節の好みに白のワールはやってないそうです、うん、ドリンクがこんな感じ。一品を選びください。はい。あ、サンドイッチ美味しそう。お、あ、何これ？チキンホットサンド美味しそうだったね。どれ？あ、本当だ。すんご。あ、パン売ってるんだって。食パン。
デミグラス、あ、ハンバーガーもやってるんだ。中村屋と共同開発したスパイシーな一品、カツカリーパン。カツパン。え、この味噌カツパンが有名なの？これがね、売り切れだった。もう今日は売り切れです。お早めにどうぞ、ね、お早めにどうぞ、はい、じゃあ、わー、ボリューム満点。11時からこれランチメニューなのかな。いいんだね、美味しそう。今日はシロノワール頼んじゃったから、うん、次はランチだ、うん、なんかこれもミニコメバスケットも気になった、うん、ね、うんうん、なんかちょうどいい、うん、いいね。あ、サラダだ、なんかね、サラダだけもある。そう、これも珍しいよ ね、ちょっとヘルシーな感じで食べたい人は、うん、オリジナルドレッシング。あ、こっちはお子様大好きプレートもいい。あ、お子様だもん ね、私小学生いいね。これ大人も食べる、大人もね、どうなんだろうね、これでいいけどね、ね、旗立ててほしいよ ね。でもなんか断られる時あるよね、大人はダメですって。でもそうだよね、こうやって書いてあるから ね。こんな感じ、メニュー終了。子供の入学式とかそんなんだね。すごい可愛い、カップ可愛いね。これサービスの豆、これ裏側が透明になってね。これさ、買って帰りたい。売ってるの？そう、売ってるの。これね、美味しいんだよね、この豆。そうなの。じゃーん、かわいいカップが。かわいい。カップがかわいい。かわいい。買おうかな、カップ。このサマージュースを頼んでみたら、じゃーん。こんなにでっかいの来ました。でかっ。めちゃめちゃでっかいです。すごい。やばい。え、こんなに飲めるかな？本当だ。こっちだ。もっともっと寄せたら、ね、このぐらい。そうそうでかい、でかい。でかい、でかいね。なんかつぶつぶ入ってる。なんでしょう、ミックスジュース。サマージュース。うん、つぶつぶ出てきた。でかい。来ました、でっかい。すごいでっかい。こんなにでっかいとは。お友達はホットドッグ。でかやば、すごいでっかい。わー、すごい。ミニ頼めばよかった。ね。じゃあ、シロップかけます。うおぉ、やば、かけすぎ。かけすぎた。じゃあ、かけすぎたけど、美味しそう。そしてなんか、バーンって落ちそう。私これ手で食べるって。え？食べます。おいしい。よかった。待った甲斐があったね。待った甲斐があった。パンがあったかい。ちょっと大きい口で食べ過ぎだよね、いつも。もうちょっとちっちゃくさ、切って食べればいいのに。一口が大きい。大きい。おいしい。よかった。よかった。何分待ったかな。あ、1時に来て。1時に。
1時ぐらいも今もう2時半だから結構待ちました。30分ぐらい座ってた。ね、30分ぐらい。やばい。どうやって食べたらいいんだ。フォークがない。あ、折れた。これはお腹いっぱいになるね、うん、これも大きいね。もっとちっちゃいかと思う。本当だね、ボリューミーだね、うん、うまっ。本当ね、よかった、よかった、よかった。なんか不思議な感じ。冷たいのに冷たいのかけてあったかいのに、うん、意外とでもフォークで切れる。ナイフとかないと、ね、あれ武蔵の森なこれでなかったナイフ、うんうん、こんな食べた。食べるの早いよね。これお腹空いてる時じゃないと無理だね。デザートにするには大きすぎるね。食べ応え満点。まだあるんだな。